皆さんこんにちは、ワナルゲルフィジです。では今回は銀河英雄伝説4 EX ミラーでのプレイ続きをやっていきましょう。前回ダゴン星系で同盟軍と大海戦を行ったというところで、なんとかねこのダゴン星系を確保したというところまでお届けしたと思います。今回その続きになります。まず次の星系をしっかり目指すという基本に根差した作戦提案を行っていきましょう。エルゴン星系に6個艦隊を送ります。ダゴン星系には敵の艦隊が来る。まずはミラー自身はしっかりと敵の艦隊がやってきた時に備えておきましょうよっていう話をしたら早速来てるね。ちょっとわからないどこの艦隊かは。結構な規模だな。今度は大丈夫、防衛戦ですね。敵はアップルトン、クブルスリー、この辺りが残っている感じだな。ではここも艦隊戦見ていきましょう。ここは敵のね艦隊にの息の根を止めると、そして帝国同盟たちの提督を葬り去るというのを徹底していきます。よし、これで敵艦隊は壊滅させたね。同盟側の戦車一覧に誰が増えているか確認しよう。ビューコークとかはどうなったんだ、ちょっと確認しましょうか。アップルトンが元帥、これは死んだな。アップルトンは死亡ですね。2階級独身で、元帥に昇格。グリーンヒルフレデリカも死んでるな。少佐に昇進して死んでいる。チェーンも死んだね。ビューコックも死んでいる。いや、相当ぶっ殺してきたね。ただグブルスリーとかは残っている感じかな。もうこの辺りは追撃をしっかり行っていきましょう。では艦隊の出撃です。エルゴン星系にムッケンベルガー、クラーゼンも一応出しましょう。で、ラインハルト、ミタマイヤ、アイゼナッハーもかなり食らっちゃってるので置いておきましょう。で、レンネ、で、あとは艦隊駐留っていう意味で言うと、ダゴンのここにミタマイヤ、これ解除しよう。で、5個艦、6個艦隊が入っているので、これでしっかりね、制圧を行っていきます。では、敵艦隊はいないと思うので、このまま攻略戦、制圧戦かな、やっていきましょう。さあ、じゃあ、エルゴン星系、この続きやります。このまま制圧をしていきましょう。アイゼナッハがダゴンに駐留させられるのか。まあ、アイゼナッハはここで艦隊がね、しっかり補充できれば、まあ、それはいいかな。よし、エルゴン星系も取りましたね。じゃあ、続いて、再び軍事作戦、シバー星系。ここを提案していこう。6個艦隊出します。で、もちろん艦隊を出撃させていく。
エルゴン政権に敵艦隊が、まあ、何かしらを狙っているという話ではあるものの、ここはしっかり前へ進むっていうね、内容でいきましょう。ウラーゼンも出すし、ラインハルトも出したいけど、もうラインハルトは一旦戻っちゃうのかな。今ティアマトまで戻っちゃいましたね。ミッターマイヤーで、あとアイゼナッハをじゃあ入れますか。いや、アイゼナッハはないな。レンメンを入れる。で、ミュラー、ラインハルトが戻ってくるのにちょっと時間がかかるとは思います。ではここも普通にというか、しっかりというか、占領戦を行っていきます。さあ、これ、シバー政権も取りましたね。まあ、だいぶ、バーラトまで迫ってきているという状態かな。あと、3つの政権ですもんね。で、帝国の方は、艦隊が充実していますが、同盟の方は、6個艦隊か。まあ、それでも、これ見る限り、シトレ、ウランフ、この辺りは健在という感じだな。こうなってくると、どうだろう、格好撃破できた方がいいので、2、3個艦隊ずつ小出しにしてくれると、より確実に勝利が近づいてくるかなという感じはしますけどね。では、艦隊出撃していきましょう。まあ、陣容は同じですね。ただ、ラインハルトが今、イゼルローンか。ちょっと時間がかかりそうかな。ラインハルトがもうちょっとサクッと到着してくれればいいんだけど、まだイゼルローンだからね。じゃあここも、整形の占領を行っていきます。で、ラインハルトはダゴンまで来ている？違うな、ディアマトだね。よし、さらに軍事作戦を提案していきましょう。ケリム政権に7個艦隊出せる？で、艦隊出撃。いやー、ここまですごく順調だな。フラーゼンの代わりに、まあ、ラインハルトは出すにせよ、ミタマイヤー、レンネ、ミュラー、で、アイゼナッハを入れましょう、アイゼナッハ。で、艦隊駐留でダゴンに入ったアイゼナッハを解除。このまま行くとどうなんだろうね。あっけなくバーラトのハイネ戦に到着してしまいそうな、そんな感じもしますが。
もう次、ハイネセンですもんね。ちょっと待って。第二艦隊のクラーゼンの艦隊が壊滅したんだな。あー、そういうこと？そうすると、オイエンタールは今どこにいる？ちょっと待ってね。各艦隊の位置を確認しましょう。オイエンタールは今バルハラでしょ？遠すぎる。シュターデンがフレイヤ星系。シュターデンをちょっと呼ぶ？シャフトはもう絶対いらないでしょ。ファーレンハイトもバルハラ。シュトックハウゼンはバルハラ。ゼークトはアランティア防衛。ケンプはアランティア防衛。ケンプとゼークトかな。まあただちょっと時間がかかりすぎる。どっちにしても。まあそうすると一体はシュターデン。今フレイヤーにいるシュターデン。もう一個ケンプ。拒否されたか。いやーちょっと艦隊の数少ないからね。だ、拒否された。ミッターマイヤー艦隊が全滅。ちょっと待ってね。敵の艦隊は一個艦隊、ポウト。これだったら叩いておきたいな。ラインハルトも来る。これは、艦隊を壊滅させる好機だ。さあ、こっからは慎重に行きましょう。まずは敵の後ろについているので、このまま一気に壊滅させる。ミッターマイヤーは戦死はしなさそうでしたね。いや、ミュラーもでもだいぶすり減ってるから一度、大将に昇進できるかもしれないし戻りましょうか。攻撃に入ります。ラインハルトが次のターンあたりで戻ってきてくれれば。いかんせんちょっと数がねだいぶすり減っちゃってますからね。ラインハルトが戻ってくるのに時間がかかる。ラインハルトが防衛を優先しちゃってるから、占領を優先しちゃってるんでおかしなことなんだよね。ではラインハルトの攻撃の範囲内に引きずり込みましょう。これでだいぶ戦いの形勢も逆転できる。ミューラーの方はもうだいぶすり減ってきてるんで、ちょっとここはねしっかりと対応していきます。さあ、では一旦ね、ミュラーの方はすり減り切りましたので、オーディンへ帰還していきましょう。ラインハルト艦隊が全滅。大丈夫か？死んでなきゃいいけど。ラインハルトは健在だね。アイゼナッハが
全滅。シャムシードが取られましたね。ミュラーはどこまで来てる？ちょっと確認しておきましょうか。ミュラー艦隊の現在位置、バレンシュタインまで来てるね。あと3パターンぐらいはかかりそうかな。ラインハルト、アイゼナッハの艦隊が壊滅しているので、これを一度ね、再編する必要はありますからね。クラーゼンのところに、あ、そうか、クラーゼンも艦隊全滅しましたもんね。これでクラーゼンも艦隊を再編したという形です。オーベルシュタインが准将に昇進。シュムーデが少将に昇進ですね。ゾンネフェルスも少将に昇進。少将になると一応ね、炭鉱艦隊ですけど艦隊持てますからね。そしてミッターマイヤーが大将、ミュラーも大将だ。待ちに待った大将。連年カンプが上級大将。マジですかい。連年カンプが上級大将。で、艦隊の方を見ると、イヒテンラーデがさ、艦隊持つってどうなのっていう感じはするけどな。アイゼナッハ、ラインハルト、ミッターマイヤー、彼らがいないっていうのは微妙だよな。まずシャフトはさ、もう解体しようよ普通に。解散しよう、解散。まず軍事の艦隊、ちょっと待ってね。そもそもシャフトはどこに行こうとしてるの？パランティアの防衛をしようとしている。オブレッサーはシャムシード進行。いやー、微妙すぎる。ドイツもこいつも微妙すぎる。まずシャムシードのオブレッサーを解除するでしょ。で、艦隊編成、オフレッサーで解散できないね。オーディーンじゃないと解散はできないと見た。まあしょうがないね、そこは。じゃあミラー艦隊の確認をしていきましょう。空母がない。攻撃空母がもうないぞ。残念、空母が選べない状態になっちゃったね。ではこれで行くしかないので、これで行きましょう。本当はね、攻撃空母が欲しかったんですが、攻撃空母今なら選べる？選べるね。じゃあ空母選ぼうよ。いやー、数が足りない。しょうがない。これで行きましょう。で、あとは艦隊編成。第8艦隊に、ラインハルトはどこにいる？
ラインハルトで、今はバレンシュタインにいる、戻ってきてる最中だね。シャムシードにロイエンタル・クラーゼン、レンネンにミュラーにファレンハイト、まあ悪くはないかな。ギルヒアイスが少々に昇進ですね。で、艦隊編成、オフレッサー解散、もちろん解散よ。オフレッサーなど話にならない。あとはシャフトも今どこにいる？バランティアにいるわけだ。バランティアにいるシャフト、お前ももう帰ってこい。カスすぎるんでね。すぐには無理だとしてもしょうがない。じゃあオフレッサーのいるところに新しい艦隊を作りましょう。オフレッサーのいるところに、アイゼナッハだろう。ここはどう考えても、まあ適当でいいから適当に組んでもらいましょう。これでアイゼナッハに恩も言ったしね。で、ミュラーが今どこまで来ているかというと、シバー星系まで来ているので、次のターンでシャムシードに乱入だな。味方の艦隊、レンネン、ミュッケンベルガー、クラゼン、レンネン。ちょっと不安だな。まあ、しょうがない。突入していきましょう。敵の艦隊の数は？数をしっかり確認したいよな。突出したくはないので、いつものように回り込み作戦でいきましょう。さあ、ここは一気に敵を壊滅する。敵の艦隊はフォート、できればまたね、敵の艦隊を壊滅させて、提督をね削り取っておきたいので、
ちょっとそういう動きができるように頑張っていきましょう。敵は1個艦隊だけだね、今のところ見て取れるのは。多分確実にこのホウとホウムリサっておけばまた提督を1人削れるんで、確実に帝国軍が同盟軍を押し切るには提督の数をね減らしちゃうというのが手っ取り早いですからね。さあ、じゃあここは一気に敵艦隊に突入して息の根を止めにかかる。艦載機も出して総攻撃で仕留めにかかります。よし、敵の艦隊は壊滅させましたね。そうするとシャムシードにさらに艦隊出したいな。ロイエンタール、今どこにいるんだろう。イヤマトにいるロイエンタール、あとはミッターマイヤー、ラインハルト、この辺りは逃走だけど、ケンプはどこにいる。シャンター、いやー、ケンプはちょっとまだまだだな。ここは普通に取りに行きましょう。占領ですね。で、カリム政権に改めて軍事作戦を提案していきましょう。7個艦隊出したい。出せる。よし。ケンプが上級大将、ケンプに先を越されたか。ここでもでだ、帝国ではなく同盟の方はだいぶ艦隊数さらに減ったね。まあ壊滅させましたからね。で、士官の方は葬り去ることができたのかどうか。ホウと葬り去ったね。そしたら艦隊出撃させていきましょう。カリム政権にミュッケンベルガーでしょ、ロイエンタール、クラーゼン、ラインハルト、レンデン、ミュラー、ここまでで6個艦隊。もう1艦隊いけるね、ファーレンハイト。あ、間違えてファーレンハイトを選択する前にイエスをおっしゃいましたので、改めてファーレンハイト。これでケルム星系が取れれば、というところですかね。
よし、ケリム整形も取りましたというところになります。そしたら、一度艦隊出撃で、ミラーは解除して、OD に戻りましょう。まあ、占領作戦でだいぶ艦隊すり減りましたからね。はい。ではね、いい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいてですね、次回はいよいよ、ハイネ戦に突入と、いうのがね、お届けできれば一番いいのかなというふうに思っています。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。